プリンセスサムライオブジャパン愛知戦国姫隊2020-08愛知戦国姫隊は、武将のふるさと、愛知を PR するために結成された、おもてなし武将隊。女性のみで構成されることから、姫隊となっている。現在の正式名称は、プリンセスサムライオブジャパン、愛知戦国姫隊。他の武将隊では、自らのファンを、家臣と呼ぶが、姫隊では姫を応援する人という意味で、援軍と呼ぶ。マナ言葉は、一期一会。名古屋など他の武将隊と同様、国の緊急雇用創出事業交付金を利用することで2011年7月に結成され、8月5日に名古屋城宵祭りで公式活動を開始した。プロデュースは西川流師範、西川知佳。県内の城やイベント会場に赴き、歌や演舞、写真撮影などで来場者をおもてなしするもので、当初は毎週水曜日に清洲城、木曜日に犬山城、金曜日に岡崎城で活動し、土日は各地のイベントで愛知の PR 活動を行っていた。交付金が終了するため当初は2011年度で活動を終了する予定だったが、観光地などへの集客効果があったことから、愛知県が活動費を予算計上することで2013年3月31日をもって、初期メンバーの内尾大、吉野、氏が卒業。2013年4から5月は残った3人で活動を継続する一方、補充メンバーの募集が行われ、2013年5月29日、名古屋城、本丸御殿玄関、表書院の一般公開開始に合わせて2代目のお題、吉野、氏のお披露目が行われた。なお2013年度の平日の演舞は、水曜日名古屋城、木曜日犬山城、金曜日岡崎城に変更された。二代目吉野は2014年3月で卒業。2014年5月5日に名古屋城で三代目吉野のお披露目が行われた。2015年2月に公式 HP において2015年3月末をもって一旦活動終了したが、同年7月民間企業へ運営を移し項を除くメンバー5名が参加し、プリンセスサムライ戦国姫隊を結成して活動再開。10月より愛知県の認可を得て愛知プリンセスサムライ愛知戦国姫隊として活動を開始した。2016年4月30日、名古屋城にて新たに3代目のお題、尾根に2代目、こうを加えた6人体制で新生プリンセスサムライオブジャパン愛知戦国姫隊の活動がスタートした。2016年から2018年3月、各種観光事業、国際交流事業、イベント、パーティー等に出演、活動の場を広げる。2018年、金シャチ横丁の公式サポーターに就任。2020年4月5日2011年からの唯一の初期メンバーだった、まつが出立。2020年8月5日、結成9周年を迎え、新たに4代目、尾根、2代目、まつを加えた。新しい6人体制での活動がスタートした。プリンセスサムライオブジャパン、愛知戦国姫隊に参加。ありがとうございます。